いやー、長かった。私はですね、動物の牛をずっと探していたんですけども、今回ようやく発見することができました。おそらくこのワールドで遊ぶのはね、もう30時間か40時間ぐらい遊んでいると思うんですけども、初めて牛を発見しました。やっていきましょう。豚と羊に関してはもう死ぬほどいるんだけど、牛が本当にとにかくいなかった。もうすっかり夜ですね。牛がどっかにいたはず。ちょっと待てよ、どっかいるはずだよな。あれ、どこ行った？ちょっとどこ行った？牛さんいなくなっちゃった、もしかして。ちょっと今夜だな、ちょっと怖いな。ちょっと待てよ、せっかく牛を見つけたのにクリーパーにやられて死んじゃうとかなしだぞ。ちょっと明かりをつけよう。おい、どこ行っちゃったの本当に。牛を発見するのにおそらくね、10時間ぐらいかかってるんですよ。ちょっと待って、あいつらさ、本当に勝手気ままに行動するからいなくなっちゃうんだよね、本当に。ちょっと待って、いないし。牛を発見すると、いたよかったよかった。あんたどこにいたの？もうで、奥に2匹いるね。よし、いなくならないうちにちょっと繁殖させよう。よかった、これでもうエンちゃんとし放題ね。その前にちょっと夜だと危なすぎるから、朝になるまでちょっと待とうか。残念ながら僕ね、ベッドを持ってくるのも忘れてしまったんで、ビバークします。すっぽり入ってこの中でビバークします。ビバーク。あ、ちょっと待てよ、ビバークするのはいいんだけど、この夜の間に牛たちがいなくなっちゃうと困るから、やっぱダメだ。こいつら行動しまくるからね。よーっと、やばい、もうくそー。ちょっと夜の間あんま行動したくないんだけどな。こいつら片付けよう。バカめ、フル装備のこの俺に勝てると思ったのか。あ、何なんだ今。お腹空いてんのか。そんなとこまで注意向かなかった。来るなよクリーパー。いないな。オッケー。さて、牛さんたちがどっかに行かないようにちょっと囲っとこう。とりあえず簡単にいなくならないようにね、柵を作って。ちょっと動くなよ、動いちゃダメ。今柵でね囲ってあげるから。ダメ、動いちゃダメ。難しいな結構。おいおい、一匹の牛にこんなに使っている場合じゃないんだけどな。最低2匹いれば繁殖させることはできるんだよね。じゃあこれもちょっと囲って。おお、なくなっちゃったよ。じゃあ、あとはこの土で作ろう。飛び越えてこないよね牛は多分。大丈夫かな。よし、よっからちょっと、こんな感じか。よし、あとは朝が来るまでビバークするだけだ。あれ、ビバーク。よし、ちょっと待て、普通に羊毛があった。これベッド作れるか。作れるね。ちょっと木材がちょっと足らないけど、やっぱビバークするの中心しよう。いつ朝来るのか分かんないから、ちょっと適当な木を切ってね。ベッド作ります。あ、やっぱ牛出ちゃってんね。脱走してる。いた、ここに牛がいた。脱走されて困るな本当に。それじゃあ牛の牧場を作っていきたいなと思うんですけども、材料が圧倒的に足りていないんで、まずはちょっと材料集めからいきたいなと思います。さ、まずは牛を繁殖させるための小麦を育てよう。たまたまシャベルを持ってた。これでね、ちょっと適当に畑を作る。
畑に関してはこんな感じかな。まあ暫定的な畑なんで適当な感じです。夜になってきた。次は一番大変な整地。どの高さを基準にしようか。どうしようかな。この高さを基準にしようかな。ね、ここをちょっと削っていくような感じで。よし、まずは整地だ。まあ最初なんでこんなもんでいいでしょう。じゃああとはちょっと柵を作っていこう。サクサク。白樺の木をね大量に切ってきました。これで今柵を作ってフェンスをね囲む。とりあえずそんなにでかくなくてもいいんだよな。見渡した限りこの場所に牛が4匹いるんで、あんまでかくてもね。あ、奥の牛あんなとこまで行っちゃってる。これはちょっと早くしないと、早くしないとね、またどっか行ってしまうんで。さてと、もうそろそろ小麦ができてるんじゃないかな。あ、微妙にできてるね。ちょっともらっていこう。さてと、これでしょ？これ、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 これ。全然足らないかな。もうちょっと大量に欲しいんだけどね。小麦が育つの結構時間かかるんで、まあこんなもんですかね。まあ全部ちょっともらっていこう。次の収穫のためにちゃんとね、種も植えといて。牛がこんなとこにいる。じゃあ早速連れて行こっか。ようやくだ。やたら時間かかった。おいでおいで。こっち向いて。こっちこっち。来てくんないな。あれ、なんで反応してくんないの？こっちだよ、こっち。あれ、なんで反応してくんないの？お、来た来た来た。ようやく来てくれた。とりあえずこの2匹がいるから繁殖はできるね。実績解除。あ、早速生まれた。早すぎないか。ちょっとよかったよかった。あれ、ちょっと入り口がよくわかんないな。ここか。入ってください。はい、皆さん入ってください。もう1匹のやつがなんかトップ向いてる。あ、これ結構難しいんだね。開けて、早く早く、はまってるはまってる。よし、あー、よかったよかった。これ入り口がちょっと分かりにくいから、これしよう。これで感圧板ができるんだよね。よっこらセット。これで開くのか。お、開いた。すげえ、これはすげえ便利。さあ残りの牛をちょっとね捕まえに行きましょうか。逃げ出さないように柵で囲っていた牛がいるんだけど、こっちだよ、こっち。おいでー、おいでー。牛はなんかちょっと鈍いね、他の動物に比べると。さてさて、うわー、こいつらがちょっと邪魔だな。おい、出ていくなよ。みんなこっちだー。よしよしよし、いい感じ。さあ出よう。あんなとこにもう一匹いた。連れて行こう。近くにマグマがあるけど、落っこちて死ぬなよお前。結構貴重なんだからな。さあ入れようか。入り口のこいつら相変わらず邪魔だけど、オッケー。これで何匹になったんだ。 1,2,3,4,5 匹。お、どんどん繁殖してくれ。さあ結構増えたよ。あんま小麦使ってないんだけど。あ、しまった、しまってしまった。行かないで、こっちこっち。気難しいやつだな。気づいて。さあ入れよう。いやー、こんだけ牛がいればもうエンちゃんとし放題じゃないですか。ちょっと今持っている小麦ちょっと上げていこうかな。うん、どんどん繁殖しろよお前たち。牛乳も欲しいんだからな。あー、出てきちゃった。おいおいおい、出てくんなって。結構難しいな。さあさあさあ、今出ている牛はいないよな。これ結構難しいな。あ、じゃあ小麦ちょっと隠そう。これでいいのかな。よし、オッケー。お、雨が降ってきたぞ。ちょっとゆっくりゆっくり。あんまり早く行くと牛たちがついてこれなくなっちゃうんで。ちょっとまあ後ろからクリーパーに狙われそうだなこれ。あそこにゾンビがいる。
そして気づかれた。やばい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 、退治してやるお前、邪魔すんな。よし倒した。待って待って牛さん、解散しないで、解散しないで牛さん、気づいてくんない、なかなか。よしよしよし、オッケーオッケー。おいおいおい、どこ行くんだよ勝手に。おお、なんか小さな牧場を作っているつもりだったの、いつの間にか大牧場になってきたね。なかなか牛たちをコントロールするのは難しいな。な、え、なに、今の音なんだ、エンダーマンか、びっくり超えた、怖え。早くベッドの中入って寝た方がいいよね。しかしこいつら入ってくんねえんだよな、入り口が狭すぎんのか。ちょっと待ってよお前たち、これどうなってんだどうなってんだこれ、牛が多すぎてよくわけわかんないことになってる。うわわわわ、出てきちゃダメ出てきちゃダメ。よし、これでようやく全員入ったな。よし、まあこんなもんでいいかな。もうそうだ、とりあえず危ないからベッドで一旦寝よう。わあ、目の前クリーパーいるし、しかもベッドの中、倒す。まだまだまだ、あー爆発された。さあちょっとベッドで寝よう。ん、朝になった、朝になっても雨が止まない。お、やんだ。羊じゃなくて牛は何匹いるんだ。うわークリーパーいるじゃん。あら、よっと倒した。よし、今からちょっと牛さん集合、数を数えます。何匹いるんでしょうか。数えられないな。なんだなんだ、うわっ、びっくりした。なんだよ、びっくりさせんなよ。数を数えますよ。1、2、3、4、5、これ数えらんねえな。ちょっと待てよ、ちょっと高いとこ登って数を数えるか。 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 匹ですかね。まあこんだけいればいいでしょ。よし、どんどん赤ちゃんを産むんだぞ。よし、今回はちょっと牛が見つかってくれたんで、僕のマインクラフト生活ね、劇的に変化するんじゃないでしょうか。まず川が手に入ったんで、エンちゃんとし放題だし、あと牛乳ですね。ウェザースケルトの毒を食らってもへっちゃらだしね。はい、ということで今回はかなり初歩的な内容になってしまうんですけども、僕なかなか牛を見つけることができなかったんで、今更牛の牧場を作ってみました。はい、ご視聴ありがとうございました。